ここからは感染制御学がご専門、順天堂大学大学院堀佐道教授に伺っていきます。堀さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。東京都では今日888人の新規陽性確認がありました。堀先生は先週いわゆる第三波のうちに1日1000人に迫る可能性もあるというふうにおっしゃっていました。堀さんこの第三波のピークっていうのはいつ頃と見ていらっしゃるんでしょうか。 そうですねピークはまだまだ先で、まあ、年末年始で人が動きますので、まあ、1月の中旬ではないかというところまでは上昇が続くと見ていますで、まあ、1日1000人ぐらいの感染者というのはですねおそらくこの年末年始から年初の間に増えるんじゃないかなと見てますね年末あるいはまあ年明けてすぐぐらいと。とね、まあ増え続けるとということは どうやら変わりないという、えー、読みをされているということになりますがちょっとこちらのグラフをご覧ください。これは東京都内午後9時の歓楽街の人出と新規感染者数の相関を表したものです。えー、赤いいいラインというのががが人出を表していましててま横軸が日数ですが 11月の28日から営業の時短要請というのが始まりましてでこれは12月も延長されて今も続いていますで人では実はその自粛が要請されたあとも変わっていないとで勝負の3週間というのもここから始まったわけですけれどもそれ以降も感染者数は増えていると堀先生、この数字は何を物語っているというふうふにお考えになりますか これ先ほどあの神奈川県知事の話も出てましたけどあのもう,うお願いしてもですねみんなあまり聞く気がない感じになっているんですねでなぜかというとコロナとの闘いはもう1年になろうとしてますので想像より長くもうみんな疲れ切ってストレスが溜まっている状態だと思いますで私自身はですね身近にいろんな患者さんを見てコロナで亡くなる方も見て辛さを実感してますから 感染しないようにということをずっと訴えてきたつもりですけども多くの方々にとってみるとですね身近に感染者が出てどなたか亡くならない限りはですねもう自分のことのようには思えないんじゃないかと思うんですねなので、この悶々とした状況にもう飽き飽きして疲れているというような状況で、まあ、なかなかですね皆さん自分のことのようには受け取ってくれないんじゃないかと。 もしこういう状況が変わるんだとするとですね、はい、身近な方が自分に持ち込んだウイルスで家庭内に持ち込んで初めて気づいたりとかですねあと、入院する病床がなくて連日数十人が亡くなるというような報道が出てこない限りは分からないんじゃないかと思っていますちなみにまあ AI による予測なんですが今後1ヶ月間に日本全体で約1700人の方が亡くなるという予測が出ています。 まあ、はい、東京でもですね、その一割今日のですね、百九十人程度が今後四週間で出てくるというふうに計算されていますで。死亡者数はですね、重症病床のベッドが埋まってしまって、あぶれた人が出てくると急激に増えてきます。まあ今はまだちょろちょろですけど、そのうちすっとこ,この飽和してしまうとですね、一気にまあ増えますので、そうなった時に気づいてですね、自粛しても。 もうう遅いということとこになります渡辺さん、なかなか意識と、はい、そして行動が変わっていくというところにはつながっていないその危機感を堀さんがおっしゃいます堀先生をはじめとして連日、専門家の皆さんから我々はあの話を伺っているわけですが、うん、我々はあの毎日出てくるデータの観察者であってはいけないということだと思うんですね。つまりそのの数字の裏にある 現実数字が表している背景にある医療現場を含めた現実というものをもっと想像しなければいけないで、まあ、名前を出して大変恐縮なんですけれども志村けんさんが命を奪われた時のあの緊張感岡江久美子さんが命を奪われた時のあの我々が身構えた緊張感を 我々がどうやって今、持つかというこのことに、ね、かかっている今の堀先生のお話を伺っていてなおさら強くそう思いますね。うん あの堀先生にもう1つ伺いたいんですけれどもイギリスでの変異種拡大を受けてです、ねはい、日本政府は今日から水際対策を強化します一方で変異種が確認されている他の国については条件を満たせば入国を許可するなどこれまでどおりの対応を続けるということなんですが堀先生、これであの防ぐことは日本への侵入を防ぐことはでできるんでしょうか防ぐことは難しいと思いますが少なくとも入ってくるタイミングを遅らすことはできます。 なのでこの間に体制を整えて何とか時間を稼いで整えられればですね被害を小さくできる可能性があるんですがこの変異種がですね普通よりも感染力が高いと言われてますのでもしこれが本当に入ってくるとですね今の日本にこれが入ってくるとあっという間に患者数が1000人、2000人を突破してですね 医療崩壊一気に行ってしまうんじゃないかなという懸念があります堀里志教授にお話を伺いました堀さんどうもありがとうございましたありがとうございました